おっと、ここは小塚のトリッキーなパスから小野瀬、ボール前、ハイヘディング、あと今のはわずかにクロスバーというところでした。さあ逆に今度は高橋、千葉、高橋中に行きながら高橋、おっと弾道的には可能性を感じさせる右足でしたが、高橋一生、高橋、サリーナス、さあここはまた高橋、高橋ラストパス、町田に入った、あっとサイドネット、最後は北爪、しっかり周りも見えてますね高橋、はい、あなるほどね、はい、山、さあキムが空いて、そのキムボムヨンからのクロス、清武おしゃれにスルーしたぞ、さあ船山、まだあるか、船山のシュートはクロスバー、千葉の方決めたかったでしょうね今。キムボムヨンからモール、町田、いいクロスからの町田のシュートでしたけど、はい、山田もよく止めましたよね。ラリベイ、さあここは右に開いて船山、船山、船山、自らかわした、船山と山口の選手に当たってなんとかというところでした。最後は船山のフィニッシュ。流れて最終的にはゴールはなりません。町田からのボール、と打てるか、また拾う町田、町田と山田、まだあるか、あ、旗が上がっています、旗が上がっています、おっしゃるですね、はい、いやここは千葉ビッグチャンス、そして大ピンチでしたが、山口最後は結果的にオフサイド。何か1点を巡る攻防、1点がそのまま決勝点になりそうな空気ですが、小塚どうだどうだ、わずかにポストですかね今の、いや小塚がふわっと浮かせて狙っていったんですが、さあ高橋、ああ PK です、ラリベー、さあラリベー初ゴールなるか、山田に託すという山口です。ラリベー対山田、ラリベーが決めて千葉が先制です、0-1、まあ、落ち着いて蹴りましたね今、はい、今シーズンから新加入のラリベー、これで待望の初ゴールということになります、アリベイです。ここで試合終了のホイッスルです。千葉が5試合ぶりの勝利をつかみました。なかなか勝てずに4試合勝利がなかったんですが、千葉5試合ぶりの勝利、終盤 PK を得てラリベイが決めて、その1点をきっちり守るという形でした。